白根川警備本部より落とし物の連絡をします。子供用の、ベージュ色の帽子、ベージュ色の中には星のマークがたくさん入ってある帽子が、落ちておりました。心当たりのある方は白根川警備本部までお越しください。ありがとうございます。たくさん募金していただきました。風の吹きようじゃ風の
五感線のお客様にご案内申し上げます。福島よりお越しのお客様、本当にありがとうございます。白根大凧合戦いかがでございましょうか。皆様の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げております。頑張ろう日本、元気を出せ日本、頑張れ東北でございます。皆様方の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げております。ご観戦いただきまして本当にありがとうございました。どうぞ頑張ってください。頑張れ日本、頑張れ東北、元気を出せ日本でございます。ご観戦いただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございました。福島よりお越しの40名の皆様、314年の伝統を誇る白根大凧合戦ご観戦いただきまして本当にありがとうございます。皆様方の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げております。ご観戦いただき本当にありがとうございます。ご観戦のお客様にご案内申し上げます。さあただいまの引き合い合戦の勝負、西側でございますね。ただいままでのところ大凧の合戦は11戦、これが12戦目でございましょうか。2戦目の天心組勝ち綱40メートル、9戦目の天心組さすがでございます。戦上手の上杉謙信、2戦目は80メートルの勝ち綱を取っております。ただいままでのところ西側西次郎根2番組の皆さんの挙げます謙信組ダントツ1位の優勝候補でございます。
ご観戦のお客様にご案内申し上げます。ただいま白根川上手立ち上がる用意をしております桃太郎組が上がります。ただいま立ち上がりましたのは桜町の皆さんのあげます桜町でございますが、ただいま桃太郎が立ち上がる用意をしております。10年ほど前まで上がっておりました桃太郎でございますが、本戦過去合戦の本戦としてはこれが皆様に最後のご披露となるかと思われます。利権伝戦の皆さんのあげます桃太郎組でございます。本日は3回目の凧揚げでございますが、魚町の皆さんのご協力をいただき、利権伝戦の皆さんのあげます桃太郎が間もなく立ち上がります。揚げ手の中で桃太郎の法被を着ておられますのは利権伝戦の皆さん、OB の皆さんでございます。先ほど1回2回目一生懸命走りながら嬉しくて涙が出たそうでございますが、利権伝戦の OB の皆さんでございます。ご観戦の皆様にご案内申し上げます。まもなく立ち上がります白根川大凧、今は懐かしい凧になっておりますが、桃太郎組が立ち上がります。揚げ手の皆さんは魚町の皆さんでございますが、ご協力は魚町の揚げ手の皆さんでございますが、中に桃太郎の法被を着た利権伝戦の OB の方が混じっております。先ほど1回目2回目と走られましたが、走りながら嬉しくて懐かしくて涙が出たそうでございます。利権伝戦の皆さんのあげます桃太郎、魚町の皆さんのあげての皆さんのご協力をいただき、まもなく白根大凧合戦本戦としてはこれが最後のご披露になるかと思われます。かわいい五郎組の法被を着た僕、ご協力本当にありがとうございます。募金をしていただきましてありがとうございます。皆様方よりいただきました募金は
各地で行われますイベントや催し物、またこの箱合戦における挙げての皆さんとご観戦の皆様の各種保険などに有効に使わせていただいております。ありがとうございます。中央通りの佐藤博文様、たくさんの募金をいただき心より感謝申し上げております。中央通りの佐藤博文様、募金箱にたくさんの募金をいただき心より感謝申し上げております。大切に使わせていただきますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。各タコ組の挙げ手の皆様とご観戦のお客様に教会本部よりご報告いたします。本日大タコの13戦目、東軍本新町組対西軍一新助組は残念ながらこちら引き分けとなりました。本日ただいままでのところ大タコの合戦数は13戦となっております。誰を待つ、今年の涙で夜が降ってる、それ
五感線のお客様にご案内申し上げます。ただいま白長は神手アジア立ち上がる用意をしております。桃太郎組でございます。10年ほど前までは利権伝線の皆さんが挙げておられました桃太郎本線としてはこれが最後のお披露目かと思われます。魚町の皆さんの挙げての皆さんのご協力をいただき、これより桃太郎組が立ち上がります。挙げての皆さんの中に桃太郎の法被を着て走っておられる皆さんがおられますが、これは利権伝線の皆さん OB の皆さんでございます。先ほど1回目2回目と走られましたが、挙げられることが懐かしく嬉しく涙を出しながらの力走でございます。五感線の皆様ご覧いただけますでしょうか。利権伝線の皆さんの挙げます桃太郎対しましては、ただいままでのところ優勝候補ダントツナンバーワンの越後の名将上杉謙信、うまくかかるかな。利権伝線の皆さんの挙げます桃太郎組、これが白根大凧合戦、皆さんには最後のお披露目となります。挙げての皆さん、魚町の皆さんの挙げての皆さんのご協力をいただき、利権伝線の皆さんの挙げます桃太郎でございます。これが3回目でございますが、挙げての皆さん挙げられることが懐かしく嬉しく、先ほどより涙を流して走っておられます。白根川警備本部より、迷子のお知らせをします。古川拓也くん、古川拓也くんのお母さん、拓也くんが白根川警備本部にてお母さんを待っております。迷子のお知らせをします。白根川警備本部に、古川拓也くん、小学2年生のお子様が、迷子になっております。お母さん分かりましたら白根川警備本部まで来てください。各タコ組の挙げ手の皆様と五感線のお客様に協会本部よりご報告いたします。本日大タコの12戦目は西軍だるま組対東軍松明組、こちらは勝負がつきまして西軍だるま組の勝ちとなりました。勝ち糸の長さは8メートル10センチでございます。本日ただいままでの大タコの合戦数は13戦となっております。
ただいま東軍白根川より立ち上がりましたのは五六の町の皆さん投げます役者組でございます。対しまして西軍西白根川より立ち上がりましたのは西白根四番組の皆さん投げます北若組でございます。藤島審判長、教会本部までお願いします。
ただいま東軍東側より中央通りの皆さんのあげます五郎組が立ち上がりました。対しまして西側からは千日御賢者や白根一番組のあげますだるま組です。かぶり上手のだるまです。うまくかかったようです。
ただいま立ち上がりましたのは、東軍は能登の皆さんにあげます本身長組でございます。西軍西白根川は諏訪の木の皆さんにあげます弁慶組でございます。こちらもきれいにかぶりました。続きまして、東軍より立ち上がりましたのは一の町の皆さんにあげます大高組でございます。対しまして立ち上がりましたのは七保地区の皆さんにあげます一心助け組でございます。一心助け組は今年荒井戸での挑戦となっております。誰を待つ、ことつまみだで夜が
ご観戦のお客様にご案内申し上げます。ただいま大凧がかかっておりますが、ご観戦の皆様の参加をお願い申し上げます。相手の凧綱がバシッという音を立てて切れる感触、大凧合戦の醍醐味味わってくださいますようご案内申し上げます。引き合い合戦を行いまして、勝ちますと1戦、引き分けますと 0.5 勝ずつが与えられることになっております。本日ただいままでのところ、大凧の合戦は13戦となっておりますが、本日の第2戦、謙信組40メートルの勝ち綱、第9戦は謙信組80メートルの勝ち綱となっております。ただいままでのところ、謙信組2勝しておりまして、勝ち糸の長さ120メートルほど取っております。優勝候補ダントツナンバーワンとなっております。ご観戦の皆様にお願い申し上げます。300有余年の伝統の技でかかった大凧、どうぞ引き合い合戦に応援してやってくださいますようお願い申し上げます。これより1分引っ張って1分の休み、その後1分1分と3回引っ張りまして、勝負がつかないと引き分けとなります。白根大凧合戦は、ご観戦のお客様より応援していただき、引き合い合戦の参加お願い申し上げます。ご観戦のお客様にご案内申し上げます。ただいま下風は吹いておりますが、風が弱くなっております。大凧うまく立ち上がりましたのは、五六の町の皆さんの挙げます役者組でございます。石川五右衛門の役者へ、五六の町の皆さんの挙げます役者組、対しましては、味方の皆さんの挙げます日吉丸組でございます。白根川2番手立ち上がりましたのは、桜町の皆さんの挙げます桜町でございます。風が定まっておりませんが、うまく立ち上がっております。西川西次郎ね3番組の皆さんの挙げます中町組でございます。中町組挙げての皆さんの中に、長い白い法被を着ておられる挙げての皆さんおられますが、女性の中町レディースの皆さんでございます。いつもは裏方をやっておられますが、息子さんや旦那様の裏方でございますが、本日は長い白い法被を着てのたこ揚げでございます。西次郎ね3番組の皆さんの挙げます中町組でございます。風が定まっておりませんが、うまく上がっておりましたのは、桜町の皆さんの挙げます桜町でございます。
ご観戦の皆様にお願いでございます。お願いでございます。どうぞ大凧かかりましたら引き合い合戦の参加をお願い申し上げます。相手の凧綱がバシッという音を立てて切れる感触、大凧合戦の醍醐味味わってくださいますよう、引き合い合戦に参加お願い申し上げます。
ありがとうございます。募金をしていただきまして本当にありがとうございます。大切に使わせていただきますので本当にありがとうございます。本身長組の長谷様、たくさんの募金をしていただきまして本当にありがとうございます。心より感謝申し上げ大切に使わせていただきます。本身長組の長谷様、たくさんの募金をしていただき心より感謝申し上げます。大切に使いますのでありがとうございました。ただいま東軍白根川より立ち上がりましたのは桜町の皆さんの挙げます桜町組でございます。対しまして西白根川より立ち上がりました西白根2番組の皆さんの挙げます献身組でございます。献身組はただいまのところ2勝しておりまして今のところの優勝候補となっております。こちらもかかりますでしょうか。続きまして立ち上がりましたのは中央通りの皆さんにあげます五郎組でございます。五郎組は今年新井戸を新調しての挑戦となっております。
藤島審判長、藤島審判長、教会本部までお願いします。ただいま西白根川より立ち上がりましたのは七保地区の皆さん投げます一心助け組でございます。一心助け組も今年は新井と新調しての挑戦となっております。各タコ組の上げ手の皆様とご観戦のお客様に教会本部よりご報告いたします。本日大タコの14戦目、東軍本新町組対西軍弁慶組は残念ながら引き分けとなりました。本日ただいままでのところ大タコは14戦、巻凧は61戦となっております。ただいま東軍白根川より立ち上がりましたのは一野町の皆さん投げます
大高組でございます。大高組、去年は91年ぶりの優勝しております。対しまして西軍西白根側からは西白根4番組の皆さんの挙げます北若組が立ち上がりました。ありがとうございます。募金をいただきました。ありがとうございます。本身長組の長谷様、たくさん募金いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。ありがとうございます。東条和樹くん、お小遣いの中からたくさん募金ありがとうございます。ありがとうございます。小林拓海くんと生徒総次郎くん、お小遣いの中からいっぱい募金してくれてありがとうございます。ありがとうございます。野上雄介くん、お小遣いの中からいっぱい募金してくれてありがとうございます。ありがとね。ただいま東軍の役者組と西軍は達磨組が立ち上がっております。
ご通行中の皆様にお願いします。堤防上はタコとタコ砂が走ってきますので大変危険です。ご通行は白線内桟敷側を歩いてくださいますようお願いします。ご通行は白線内桟敷側を歩いてくださいますようお願いいたします。ただいま東側白根側より能登の皆さん投げます本身長組が立ち上がりました。対しまして西白根側からは諏訪の木の皆さん投げます弁慶組でございます。弁慶組は今年荒綱を新調しての挑戦となっております。
ただいま東軍白根川より立ち上がりましたのは五郎組でございます。対しまして西白根川より立ち上がりましたのは安治方地区の皆さんの挙げます日吉丸組でございます。ただいま西側より立ち上がりの準備をしておりますのは一番手七穂地区の皆さん投げます一心助け組、二番手西白根二番組の皆さん投げます献身組でございます。ただいま優勝候補ナンバーワンの献身組に乗せまして藤島優勝くんの初ゼックの祝い凧でございます。おじいちゃんが書いてくれたタコのように大きく強い優勝になるよと優勝くんの初ゼックの祝い凧です。ちなみに優勝くんのおじいちゃんは同協会の審判長、藤島審判長でございます。ご観戦のお客様にご案内いたします。お時間はただいま5時30分となりました。タコ合戦は午後6時までとなっております。あと30分ほどでございますがどうぞご観戦お楽しみください。
ただいま東軍白根川より立ち上がりましたのは魚町の皆さんのあげます鯛町組でございます。ご観戦のお客様にご案内申し上げます。ただいま西川堤防上立ち上がりました大凧西次郎根二番組の皆さんのあげます謙信組でございます。戦上手の謙信本日ただいままでのところ2勝しておりまして、勝ち糸の長さ120メートルほど取っております。優勝候補ナンバーワンの越後の名将上杉謙信でございます。この謙信組に乗せまして藤島優勝君の初絶句の祝い凧でございます。さあ優勝君の祝い凧うまく上空へは上がっておりませんが、多分水の中水泳選手になるのかな。今年度ただいままでのところ優勝候補ナンバーワンの上杉謙信に乗せて優勝君の初絶句の祝い凧でございます。おじいちゃんが書いてくれた凧のように大きく大きく強い優勝になるように。ちなみに当協会の審判長藤島審判長の外孫さんでございます。ご観戦のお客様にご案内申し上げます。ただいま5時30分を少し回っております。この大凧合戦は遠く昔より午後1時より6時まで味方のチャイムをもって終戦となります。本日は平成23年度の白根大凧合戦2日目でございますが、ただいま風向き不良でございまして風が弱くなったり強くなったりしておりますが、6時までのあと20分ほどお楽しみくださいますようご案内申し上げます。白根大凧合戦は昨日2日より5日間にわたり、6日までの今年の凧合戦は2日より6日までとなっております。合戦時間は午後1時より6時までとなっておりまして、本日も味方のチャイムをもって終戦となります。さあ風向きが定まっておりませんが、うまく立ち上がりました大凧
白長は一之町の皆さんのあげます大高組でございます。昨年度優勝チームの大高でございますが、昨年は92年ぶりの優勝を果たしております。残念、大高組昨年度優勝チームの大高でございますが、ただいま風がピッタッと止んでおりまして、この大凧300年の伝統の技をもってしましても風向きが定まっておりませんとなかなかうまく上がりません。80メートルの中の口側を吹き上げる凧風が吹かないと300年の伝統の技をもってしましてもなかなかうまく上がりません。タコ風と申しますのは80メートルの中の口側を吹き上げる北風を白根ではタコ風と申します。ご観戦のお客様にご案内申し上げます。ただいま風がピタッと止んでおりますがうまく立ち上がっております。五六の町の皆さんのあげます役者組でございます。白長は五六の町の皆さんの挙げます役者に対しまして、西白根三番組の皆さんの挙げます中町組でございます。ご観戦のお客様にご案内申し上げます。ただいま風がピタッと止んでおりまして、うまく立ち上がるには一枚の大凧5、60人の若い衆が全速力で走れないとこの風ですとうまく立ち上がることができません。どうぞうまく立ち上がりましたら大きな拍手を持って迎えてやってくださいますようお願い申し上げます。さあご覧くださいませ、西川堤防城七保地区の皆さんのあげます一心助け組でございます。風が弱いですので約40人ほどの若い衆全速力で走っております。白根川堤防城桜町の皆さんのあげます桜町でございます。西川堤防城七保地区の皆さんのあげます一心助け組でございます。ご覧いただけますでしょうか、桜町組の大凧に乗せまして頑張ろう日本絆の桜町でございます。この度の東日本大震災により被災された皆様方に心からお見舞い申し上げます。一日も早い復興を心よりお祈り申し上げ、頑張れ日本、頑張れ東北を
掲げてあげております。今年の大凧でございます。ご観戦のお客様とご通行のお客様にご案内申し上げます。今年も教会本部前と案内所前におきまして募金箱を置かせていただいております。この大凧合戦は遠く昔より皆様方よりの募金と常財をもって運営されております。今年も教会本部前と案内所前におきまして募金箱を置かせていただいておりますので皆様方の温かいご支援とご協力をよろしくお願い申し上げます。今年は各タコ組、大タコ組、巻タコ組に乗せまして頑張ろう日本、元気を出せ日本と各タコ組1枚2枚ずつ大タコに乗せて頑張っております。大震災により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げ、宮城、岩手、福島の皆様方が一日も早い復興を心よりお祈り申し上げております。ご観戦のお客様と各タコ組の挙げての皆さんに教会本部よりご報告いたします。本日ただいままでのところ5時までの合戦数は大凧14戦、巻凧61戦となっております。大凧14戦のうち11戦は引き分け、あと3戦は勝負がついております。変身組が2勝しておりまして、第2戦目40メートル、第9戦目80メートルの勝ち綱を取って、さすが越後の名将上杉謙信、勝ち綱120メートルと取っておりまして、今年度の大凧合戦優勝の部ダントツ1位となっております。さあ風が定まっておりませんが、中央通りの皆さんの挙げます五郎組うまく立ち上がっております。さて対しまして西側よりは西ジロネ4番組の皆さんの挙げます北若組でございます。風が弱いため堤防上1枚の大凧に40人ほどのハッピー姿の若い衆全速力で走りますので、堤防上でご観戦のお客様タコから目を離さないようにしてご観戦くださいますようお願いいたします。挙げての皆さんはご観戦のお客様におけがのないよう十分注意して走ってくださいますようお願いいたします。各タコ組の挙げての皆さんとご観戦のお客様にご案内申し上げます。今年の大凧合戦平成23年度の白根大凧合戦2日目でございますが、お時間は6時までとなっております。あと10分ほどでございますが、
挙げての皆さん、頑張って頑張ってくださいますようお願いいたします。なお夕方になりますと、挙げての皆さん少々お疲れ気味で足ももつれて言葉も荒くなっておりますが、どうぞこのタコ合戦期間中だけご勘弁くださいまして、堤防上をタコとタコ綱に貸してくださいますようお願い申し上げます。風も弱くなって定まっておりませんが、あげる用意をしている大凧何枚か見えますが、あとお時間は10分ほどでございます。頑張ってあげてくださいますようお願いいたします。さあしなやかに立ち上がりました大凧、のどの皆さんのあげます本身長組でございます。対しましては西次郎根ご賢者屋一番組千日の皆さんのあげますだるまでございます。さあ西川堤防上ご賢者屋千日一番組の皆さんのあげますだるま組、二番手あちがたの皆さんのあげます日吉丸組でございます。堤防上でご観戦のお客様、あげての皆さんのかすれた声もつれた足、どうぞ堤防上はこのタコ合戦期間中だけ優先的に挙げての皆さんにお借りしております。ご通行のお客様、白線内を歩いてくださいますようお願い申し上げます。夕方になりますと疲れておりまして、言葉も荒く足ももつれておりますが、どうぞこのタコ合戦期間中だけ堤防上はタコとタコ綱に優先的に貸してくださいますようお願いいたします。ありがとうございます。一の町大高組の加藤清高様、たくさんの募金をいただきまして心より感謝申し上げます。大切に使わせていただきますのでありがとうございます。大高組の加藤清高様、たくさんの募金をいただき心より感謝申し上げております。大切に使いますのでありがとうございます。ご観戦のお客様にご案内申し上げます。ただいま上空に上がっております六角の凧、巻き凧と申します。片付けるときにくるくるっと巻いて片付けるところから、白根ではこの六角の凧巻き凧と申します。上空にありますと小さく見えますが、畳5畳ほどの大きさがございます。この巻き凧組47組ありまして、今年は1200枚ほど制作し、東西に分かれて合戦することになっております。
ご観戦のお客様と各タコ組の上げ手の皆さんにご案内いたします。ただいま5時55分を回ったところでございます。本日の大タコ合戦も6時の味方のチャイムをもって終戦となります。あと5分ほどでございますが、どうぞ上げる用意をしておりますタコは大急ぎで上げてくださいますようお願いいたします。ご観戦のお客様にご案内申し上げます。今年は優勝旗拝授100周年を記念しての大タコ合戦となっております。また東日本大震災の遭われた皆様方が一日も早く復興なさいますことを願って、頑張ろう日本、元気を出せ日本を掲げての100周年記念の大タコ合戦となっております。本日は2日目でございますが、まもなく味方のチャイムをもって本日も終戦となります。さあ、かかっている巻き凧、頑張って勝負をつけてください。まもなく審判長の合図がありますと終戦となります。かかっている凧は認められることになっておりますので、頑張って引っ張ってくださるようお願いいたします。ご観戦の皆様、わっしょいわっしょいと掛け声をかけて応援してやってくださいますようお願い申し上げます。
ただいまをもちまして本日の合戦を終了いたします。本日も大勢の皆様方より中野口川の初夏の風物詩白根大凧合戦平成23年度の大凧合戦ただいまをもって終了でございます。藤島審判長の合図と味方のチャイムをもって本日も終戦となります。警察官の皆様、防犯協会の皆様、本日も警備の応援をしていただきまして本当にありがとうございます。皆様方のおかげをもちまして本日も事故のない楽しい凧合戦ができましたこと心より感謝申し上げております。今年は特に優勝旗拝授100周年を記念し東北の皆様方より元気になっていただこうと頑張ろう日本元気を出せ日本を掲げての平成23年度の大凧合戦でございます。本日は2日目でございますがこれをもって終戦となります。本日も婦人会の皆様、タバコ協会の皆様、堤防の清掃をお願いいたしまして本当にありがとうございます。各タコ組の挙げての皆さんは堤防の清掃、タコ骨、タコ紙、タコ綱の後始末をよろしくお願い申し上げます。明日もきれいな会場でタコ合戦ができますようにご協力をよろしくお願い申し上げます。